じゃーん、部屋着に着替え終わりました。こんな感じです。部屋にいるときはいつもこういうふわっとした部屋着で過ごしています。ソファーでリラックスして好きな音楽をかけます。ちょっと一息入れたらご褒美タイムの準備をします。そうだ、鼻雅冷やしておこう。ここでさっと作れる超簡単おつまみを作りたいと思います。今日のメニューはフルーツのカプレーゼとブルスケッタです。材料を切って乗せるだけで素敵に見えるのでおすすめですよ。じゃーん、ご褒美タイムに欠かせないテーブルセッティングできました。キャンドルをつけたら雰囲気までおしゃれになります。あ、大事なもの、これが自分への最高のご褒美なのです。わーい、ようやく完成しました。これ完璧じゃない？ちょっと写真も撮っておこうかな。いただきます。フルーティー、花雅と一緒にリラックスタイムです。この時間が私にとって最高に幸せな瞬間なんです。今お風呂の準備をしています。今日はリラックスしたいのでハーブバスブーケを入れてアロマキャンドルも焚いちゃいます。あとはこれ、バス用のブックスタンド、おすすめです。最近ゆっくりお湯に浸かり本を読むのがマイブームです。これからリラックスしてきますね。じゃあ皆さんはここで。寝るときはいつもアロマディフューザーをしてリラックスするようにしています。やっぱり好きな香りだとよく眠れそうなので毎日欠かせません。一番最後はストレッチやマッサージで体をほぐします。足の裏やふくらはぎを丁寧にほぐすと明日の朝も体がとても軽い感じになります。以上、深田恭子のナイトルーティーンでした。おやすみなさい。